はい、精神障害者 YouTuber の竹内です。先ほどのね、私の宝物シリーズ、フィギュア編ですけどね、その続きをしたいと思いますね。まず先ほど見せたね、グレーですね。宇宙人グレーのね、改訂版といいますかね、特別版というか、こういったね、こういう明るい服を着てね、映っているグレーのこういったものもあるということですね。ちなみにさっき見せたのがこういったものですけどね、これですね。さっき見せたのがこういうグレーですね。こういうふうに紫の帽子を着て、黒い服に自分の顔がおあしらってますよね。今の見せたのがこういう黄色い服をね着て、青い赤い帽子をかぶって、青い半ズボンを履いて、白と赤の靴をあれしていって、後ろ横のね、白と赤の靴を履いていて、横のグレーが王の王と言ってますよね。はい。でこれがですね、日本伝統の鬼ですね。鬼もフィギュアになりましたね。こういう鬼がね、古代から日本にはいると言われてます。すごい筋肉ですよね。こういう鬼ですね、怖いですよね。でこれがよく出てできたフィギュア、私も大好きなフィギュアなんです。これカッパですね。カッパです、これ。こういうね、お皿ですね。頭にお皿があってね。で、水かきがあって、足の指にも手の指にも水かきがあって、まあ、後ろにこういうね、甲羅がある、亀みたいな甲羅があって、頭がこういうふうにね、頭の中央部が剥げているっていう、そこに水が溜まっている間はね、元気ですけど、そこの頭に水がなくなったらね、元気をなくすっていう、これ特に気に入っているフィギュアですけどね、これこういうふうにあれですね、カッパですね、カッパね。でこれチョカカブラですね。90年代にね、チョカカブラと言いましてね、プエルトリコですね、プエルトリコで初めて現れてね、その後全米とかね、中南米のね、メキシコとかパナマとかね、南米のペルーでも目撃されたね、チョカカブラなんですけどね、これはね、スペイン語でヤギの血を吸うものっていう異名がありましてね、こう背中にこういうふうにギザギザの角が生えていて、そして指が3本指ですね、そして舌ですね、鋭い鋭利な舌でですよね、ヤギとかね、家畜の血を吸うっていう、こういう目も赤いですしね、非常に不気味ですよね。ね、これがもう一つのチェパカブラのまた違うメーカーのあれですね、人形、フィギュアですね。でカエル男ですね。このカエル男というのはですね、73年にね、警察官とかに目撃されたりね、いろいろ1973年に目撃されたカエルそっくりのカエルが人間みたいに二足歩行するね、妖怪としてね、目撃されたっていう、こういうカエル男ですね。これは恐竜人と言いましてね、恐竜が進化して知的生命になったらね、こういったようになるんじゃないかということね、これは想像でね、目撃とかはされてないんですけど、想像でね、こういった恐竜人をね、作ったということですね。これは先ほどのツチノコのね、ツチノコの他のメーカー、いろんなメーカーがね、ツチノコポピュラーなね、日本のポピュラーのユーマですからね、いろんなメーカーがですね、こういったね、ツチノコはいろんなメーカーが出しているということですね。これは先ほどのイースターのとの埋蔵のね、別バージョンであってね、実際はこういうふうに目が白くてね、真ん中の目の玉が赤くてね、そして帽子をかぶっているね、こういうふうな帽子をかぶっている、こういう帽子をかぶっている無愛像もあったということでね、よくこんなものをね、イースター島の人々が作ったもんですよね。本当に何の目的があったんでしょうね。これはですね、70年代にですよね、小学生たちが遠足にいてアメリカで目撃されたね、羊男ですね。まあカエル男と同様ね、羊みたいな顔をしてね、二足歩行するんですけどね、これがね、実は
人工的にね、キメラ生物としてね、軍の秘密実験でね、作られた生物だという説もありますよね。それが本当ならこれはちょっと大変なことで、こういうふうにね、角もありますね。これはシーサーペントですね。海の悪魔と言われてましてね、シーサーペントですね。海にいると言われていてね、中世のね、漁師たちを震え上がらせましたよね。こういうふうにシーサーペント、こんな怪物が大海には、まあ大海広いですからね、どんな怪物がまだまだいるか分かりませんよね。これはね、鬼のミイラですね。どっかね、九州かどっかですかね、東北かな、神社にね、で見つかって奉納されてますけどね、こういう鬼のミイラですね、これは。そんなものも日本で見つかってますね。これね、これは四つ足のね、草食恐竜ですね。これはね、コンゴね、アフリカのコンゴでね、発見されたと言われていますけどね、こういったね、草食恐竜ですよね。陸上でも水中でも OK で、まあ、四つの足で主に陸上歩きますけどね、こういった長い尻尾もあってね、首が長くて、こういうね、昔の太古の恐竜みたいなのも現代までいるんじゃないかと言われて、これはコンゴでね、見つかったとされてますね。これはこれも結構ユーマのね、マニアの間では有名なんですけど、ドーバーレーモンっていうね、ドーバーでね、アメリカのワシントン州のね、ドーバーで見つかったね、発見されたユーマですよね。こういうのがね、発見されましたね。これも70年代ですね。こういった色違いバージョンもありますよね。これね、色違いバージョンですね。これはですね、これもプレミアムでね、これもプレミアムでありましてね、非常にね、これも価値があるとされてますけどね、白いビッグフットですね。先ほどは茶色いビッグフットをお見せしましたけどね、これはね、雪の降る冬にね、色が変わったわけなんですね。保護色といいますかね、雪に紛れて見えなくするためのビッグフットですよね。こういうね、ベストバージョンでね、こういうのもプレミアとして制作されて、これも価値が高いと思いますね。これは、機械だゼロイソギンチャクのね、怪獣の人形なんですけどね、まあ、こういうのも集めてね、まあ、私もウルトラマンとかウルトラセブンのね、怪獣もね、よけね、あとウルタ Q のケムル人とかね、カネゴンとかね、ほんまにね、ウルトラセブンのいろんなウルトラセブンとかウルトラマンのね、怪獣とかね、いろいろ集めたんですけどね、残念ながら子供がいる家庭のね、友達にあげたので、それはね、取ったらよかったと、大変ね、高価というか、貴重なもんですからね。後悔してるんですけどね。で、これはですね、ツインテールと言いまして、ウルトラマンに出てきてですね、ツインテールともう一人の怪獣が出てきて、結局このツインテールは食べられるわけなんですけどね、まあ、かわいそうな怪獣ですけどね、非常にこの異質な構造、格好してますよね、なんかね、こういうふうに張って歩くっていうことですね。で、先にこういうふうに、なんかムチみたいなこんなんがついていてね、顔が下にあるっていう異質な怪獣ですよね。これは、冥王星人と言われてまして、冥王星から来たと言われる、まあ、宇宙人シリーズのね、これはチョコ球って言いましてね、チョコ球を買ったらね、こういった宇宙人シリーズのね、宇宙人がついてくるんですけどね、これは冥王星から来た、目が見えない宇宙人と言われてますね。これですね、これこういうね、こういった可愛い感じの宇宙人なんですけどね、これも少年にね、アメリカに現れましたけど、アメリカに現れましたけど、少年に撃たれては隠れて、また出てきて撃たれかけては銃でね、少年を撃たれては隠れるっていう、まあ、カエルみたいな宇宙人ですよね。あとこういったね、宇宙人も、人間みたいな宇宙人も発見されてますけどね。先ほどの人魚のオリジナル版がこれですね、この色ですね。この色ね、足のところが先ほどは金でしてね、金魚と言われて大変ね、
高値で取引されてマニア垂涎の品物ですね。あの金魚は人魚の金魚ですね。金魚と言われてますけど、これはもうオリジナル版でありまして、紫のタイツを履いてるっていうことですね。これは、まあ、さっきも言ってた火星人ですね。はい、どうもありがとうございました。またチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。どうもありがとうございました。